いや、近所迷惑もいいかな。ちょっとなんか向きが、こっか。おはい、はい、どうも、はい、毎日頑張っていきましょう。頑張っていきましょう、はいはい、これが気になってもしょうがないですね。今換気してるんですよ、コロッケの後で。そうね、エプロンも取らずにやってるね。だから、はい、冷凍マシュマロ聞いたことないでしょ。冷凍庫にマシュマロを2日間入れました。はいはい、これね、今話題になりそうっていう話を聞いて、マシュマロを単純に凍らすだけ、うん、そう、触り心地これ、うん、そう、ちょっと食べてみて。消しゴムみたいな、なんかちょっと食べてみていい？はい、お願いします。もうチョコみたい。でさあ、あ、硬さに、あ、確かにチョコみたいじゃない？チョコみたいかもしれない。閉めようぜ。え、本当にもう食べ心配だもん。マシュマロ口に何個入るかやる？いいよ。2つ、3つ、4つ、何してんの？何？え、何もない。グーだ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 。頬張るなよ、そんなに。違うんだよ。これじゃ時間持たないからさ。ないってか分かんない。今日、エプロン買ったんですよ。これから料理企画の時、毎日このね、エプロン着て。ね、わざわざ買いに行って。そうそう、お揃いの、お揃いのエプロンをね、買ったんですよ。100均で。100均だよ。そりゃそうだ。なんかブルーベリーの入ってるやつの方が美味しい。終わりっぱしまい。これケンティが買ってたやつだから。ケンティ、ケンティのお使いが下手。ひどいな。ということで、ケンティありがとうの動画でした。ありがとうございました。チャンネル登録してください。はい、また明日。ケンティ。